こんにちはです。今日猛毛ん類の係留方法であるファルコナーズノット鷹城結びについて説明します。猛き類につながっているリーシュー、これの下の方をブロックやパーチなどのリングに通してください。そして2本指で掴んで、親指で2本指で掴んだ方の紐もの下側から通し、それを外側に引っ張ってください。そして2本指で掴んだ方の紐をぐるっと と半回転させて親指で引っ張っている方の紐の輪っかの中に通しますそして一番外側に出てる紐を輪っかの中に通してくっと引っ張ってさらにくっと引っ張るとこれでいくら引っ張っても毛巾類は逃げられませんただこの結び方でも毛巾類が遊んでて解けてしまうことがあるので念のために もう1回同じ工程を行います同じ結び目が2回できたので安心度は高まりますがこれでも100%ではありません必ず結び目のチェックは定期的にしてくださいそしてこの結び方の最大の特徴として一番最後に通した紐をほどくと 解くと、簡単に全部解くことができます。片手で結べて、片手で簡単に解けるので、非常にやりやすい結び方です。ぜひ覚えてください。